人口33万人、北海道第二の都市旭川市。新型コロナウイルス患者を受け入れる基幹病院の一つ、旭川医療センターです。感染者165人のクラスターが発生した吉田病院から20人以上の患者を受け入れてきました。20ある病床の7割が埋まっています。体調大丈夫ですか？お口きれいにしますよ。お口開きますか？看護師が行っているのは新型コロナウイルス患者の歯磨きです。吉田病院の患者の多くは介助が必要な高齢者。こちら向きますね。完全防護で治療と介助にあたる医療の厳しい現実とは。こちら向きますね。体の向きを変えるのも2人がかり。治療に加えおむつの交換などの介助は重労働で、精神的にも肉体的にも大変と現場からは悲痛な声が上がります。新型コロナウイルス患者の中には回復しても療養ができる受け入れ先が少なく、クラスターが起きている吉田病院にも戻れない状況も発生しています。このため旭川市内の病床の使用率は7割近くとなり、逼迫度を高めているのです。こうした時代に旭川市医師会は、危機感はやっぱりありますね。手のかかる患者さんを持たれてますからね。普通の救急病棟というか、そこのある意味じゃ倍、2人必要なところが4人必要になる。医師会は治療を終えた患者を引き受けられないか他の民間病院に打診。市内の3つの病院で23床分の協力の申し出があったということです。やっぱりそこの病院も心配だと思うんですよ。ただその中でもやっぱり理解度の高い病院がですね、手を挙げてくださって、本当にありがたいっていうか感謝ですね。旭川の医療体制を守るためのギリギリの戦いが続いています。